まだ止まってないよ。ここでもあっち見ればこっち見れば、そうですよ。これぐらいまでいいんですよ。これを伸ばしていくと、あれが見えていい。ああ、もう中心にあるの。中心にあるの。もう、あ、中心にあるの。もう一個言って、ウサギとかは中に入れる。これも自然にこうある。昔からこことここがつながってるんですけど、やっぱりこう、なんか、つながってるんですけど、
こ入れて、で、これこうやってで、そこで、で、そうそう、この上にね、止まるように、止まり際置いてある。と、一回止まってから、どんどん入るのよ。とにかく、いきなりこっち来るんじゃないって言いましたけどね。で、そのまま、そのまま残ってます。あ、ガラス透き取ってんだから、魚。すごい写真です。鳥も今なんかちょっといないですね。かけすぎる。かけすぎる。僕出たって誰かが言います。あとね、かけすぎるから、あそこっていろんな鳥いるんですよ。このカエル、オス、あの桜が小学校のところにいるんだよ。あ、おと自転車でカメラ出そうと思ったら見えちゃう。オスが。
たいるよ。背中向けてる。じゃああそこか。合ってる合ってる。ボムだったらもっとはっきり取れるよ。今度これねえ、これ大きくはしてる。これだけど、これも元だよ。ボムが取れる。あ、危ない危ない。今40個だから今日。いや近づく近づく。あれをつけてない。フレコンつけてない。
もね、今度抜きやすいんだよ。葉っぱがなくなってるから。まあ、それぐらいはね、お目に見ないか。わかんない。地下で一列に見えるけど、向こうから見たらどうなるかね。さて、あの二時台のところの方々はどこに行くの？二時台もそろそろ来るんだ。アオサギか。それ以来、もうあの漆っていうのを見ただけで痒くなるような感じでした。漆でちゃう、これ終わり持てねえ。いや、持てねえ。漆はあの塗って、もう乾いちゃったやつはない。食べてもないし。俺はね、あの本当にダメだった。これ行くだけで、本当に全然ないから。かぶれてなかったってことは、あの浴びてて浴びるっていうか、うん、慣れちゃうかもね。ボクシングに殴られて痛いのがだんだん麻痺してる。
Thank you.
来劲，给我来劲。Thank you.
đó đó đó, người ta quay cái túi con chim kìa đó, thấy cái chim nó đậu cạnh cây không?
それたら大丈夫。